桜井翔追に性加害問題に言及もファン心配、ザ・ミュージック・デー、ジャニーズシャッフルメドレーの行方荒らしの桜井翔、41、が、5日放送の日本テレビ、ニュースゼロ、で、ジャニーズ事務所の創業者ジャニー北川氏、個人、による所属タレントへの性加害疑惑についてついに言及した。桜井は、ジャニーズ事務所は、話したくない人の口を無理やり開かせることなく、しっかりとプライバシーを保護した上で、どのようなことが起こっていたのかを調査してほしい。あらゆる性加害は絶対に許してはならない、などと見解を述べた。5月14日夜に藤島ジュリー景子社長が謝罪動画と文書を発表してから、桜井はこの問題について3回にわたりコメントを避けてきた。ついに言及したことに驚きが広がると同時に、被害を訴えているジュニアたちに対する配慮の言葉がなかった、という声も上がっている。そんな桜井が今年も音楽特番、ザ・ミュージック・デイ2023で総合司会を務めることを先日、日本テレビが発表した。7月1日から生放送される同番組の司会を、桜井はこれで11年連続で務めることになる。SNS ではジャニーズファンから推しグループの出演を期待する声が上がり、番組名もトレンド入り。一方で毎年恒例となっていた、ジャニーズシャッフルメドレーの行方を案じる投稿も散見されている。